はい、どうもゆっきーです。今回はですね、7月の、7月になりましたんで、カブトムシのね、がどうなってるか、おそらくもうさなぎになってねいるとは思うんですけど、こちらカブトムシがね、1匹ね、いるはずなんで、はい、こちらもおそらくはさなぎになってね、もうなってると思うんですけどね、まあ、7月になったんで多分大丈夫でしょう。ということでね、開けていきたいと思います。なんか出たっぽいあれがある、動き回ったっぽい形跡がある、痕跡が。出てるっぽい痕跡がある。一応ね、あの裏側の方にひっくり返してみるとね、なんか裏側にね、なんかあるんですよ。それではちょっとこちらを、もう多分もう大丈夫だと思うけど、あ、いた、あー、いました、メスです。メスです、ちっちゃいメスです。もうやっぱりもうなっていた。はいはい、メスくん、お、ちっちゃいですね。お、メスです、メスくんでした。お、結構ちっちゃい、サイズがね、どんぐらいだろう、サイズちょっと測ってみるか。サイズを測ります。メスでした。こちらがね、だいたいサイズ 3.5 ぐらいですね。 3.5 センチぐらいの、 3.5 センチぐらいのね、メスでした。オスじゃなかったね、なんかちっちゃいなと思ってたけど、やっぱオスじゃなかったっす。おーおーおー、かわいいですね。おお、ということでね、こちらはクヌギ伝説でね、育てた、ダイソーのクヌギ伝説で育てたね、育てた、カブトムシということで、僕は初めてです。で、この、また、クヌギ伝説でね、育てたこのメスと、あとそこら辺で買ってきたオスを、ペアリングさせて、また今年ね、また卵ね、を産ませてね、まあ育成したいと思います。おお、ようやくクヌギ伝説で一匹ね、成虫が見られました。あー、よかった。うん、これもね、大切に買っていきたいと思います。それでは、ご視聴ありがとうございました。